でどうもさんですやってまいりました今年初の「ユタボンウォッチ」このシリーズ終わったんじゃないのユタボンが活動を続ける限り「ユタボンウォッチ」に終わりなどないユタボン日本一周終わってからが結構。 こう悲惨な感じなんで今日は日本一周終わってから起きたことをまとめていきたいと思います。でもその前にぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。人生は冒険！ユタボンが日本一周での相棒のスタディ号を売却すると動画で発表しました。旅の相棒をそんな簡単に手放していいのかよ中村家には駐車場がなくてスタディ号はコインパーキングに止めてるからお金が。うわぁ。 動画ではユタボンがスタディ号のセールスポイントをいろいろと教えてくれます。ドライブレコーダーがついてるんや。わあそれついてる車ってほとんどないよね。この麦わら帽子もええで。これであなたも地元の笑い者。ヘズマッチと赤白王子の広告。これは外して自分の広告を貼り替えたりできるんで。何を言ってるんですか、ユタボンさん。その犯罪者が乗ってる広告外すわけないでしょ。交通安全のステッカーがめっちゃあります。なんか不気味だな。 中にはサンドバッグがあります日本一周中に練習ができるように買ったって言ってた割にはすごい綺麗だね。収納ケースもあります。粗大ゴミの押し付けそして、こちらのソファーベッド。ギリ AV セットとして使えるかな以上がユタボンスタディ号のセールスポイントでございます。ほぼマイナスしかないじゃん。こんなの買う人いんのリバーゼコの小川社長。さすが。 いくらで買うって言った ?50 万で買ってくれるって。作るのに300万かかったけど、もともと他の人のお金を使って作ったから、プラスでしかない。残念ながら、ユキやが、あの人に売る気はない。思考停止、思考停止って言ってた。マジか。ネットの記事で。だっせー。人生は冒険去年の12月に、ゆたぼんのツイッターアカウントが急に、凍結。 アカウントなんか消されたみたい俺何も違反してないしイーロン・マスクの悪口も言ってへんのになんでやねん話が違うやんちょっと面白い Twitter ではいろんな人に「話題作りのための自作自演だ」と言われユキヤは「月横ぷん,ぷんぷん丸」仕事停止。 思考停止思考停止普段の行いが良くないからそう思われても仕方ないでしょう。実際はツイッターがユタボンが13歳以下の時にアカウントを作ったと勘違いしたからアカウントを凍結させたそんなことあるんだ。そして先日無事に本赤が復活。そしてユキヤツイッターで生きり散らす。 ビンゴ先日ユタボンのアカウントロックが解除されたそういえばツイッターの今がわかると言いながら「自分でアカウント消した!」とか言ってロックされたこともわからないバカがいたな調べればわかることを調べもせずにこんなバカを盲信して思考停止してる奴らもバカだし簡単に洗脳されそうな奴らばかりで 哀れいやいや哀れなのはいちいち顔を真っ赤にしてアンチに反論する息子に寄生してる無職おじさんでしょう<お>ユキヤがパパだったらなんかいろいろと疲れそうですね人生は月ぼ1月 ボクシングのの試合の練習にに専念するため動画って動画で言ってたじゃないですか。あー、ネタ切れ休みね。その動画を出した当時は、全く Yahoo とかにも取り上げられなかったんですよね。ついにヤホーにまで飽きられちゃったか。でもなぜか一週間ぐらい前に Yahoo が急にその活動休止のことを取り上げたんですよ。遅くねそしたらユタボンが新しく、YouTube 活動一時休止についてという動画を出しました。ニュースに便乗していいじゃん。 ただ、この動画を開くと、30秒ぐらいの新しいイントロは撮ったものの、動画のメインの部分は、11月に出した動画の使い回しからの10秒ぐらいの新しいアウトロ、そして3分ぐらいのエンディングテーマ。動画の半分がエンディングテーマじゃん。いつものことじゃん。だから広告剥がされんだよ。人生はぼけ試合の話に入る前に、試合前に、 ユキヤがこんなツイートをしてました。いよいよ、明日はユタボンのボクシングの試合です。私は8年ぶりに痛風になりました。最近お酒やめたんだけどなぁ。体調を崩して栄養ドリンクばかり飲んでいたからだろう。まあいいや、ユタボン、明日の試合頑張れ。そして、この写真。おい、ユキヤ俺らにこんな写真見せて何を感じてほしいの子供の晴れ舞台で目立とうとする親。ナルシスト毒親がやりそうなことですよね。 あ、ゆきや、勘違いしないでね。ゆきやのことを言ってるわけじゃないんだよ。ただ、ナルシストどこやがやりそうなことだなぁと思って。<laughs> どうして注目を浴びようとすんだでは、肝心の試合なんですけど、お、結果は03の判定負け。だろうなペイリアルさんはボクシングとか全然わからないんですけど、試合を見た感じ、ゆたぼんはゆたぼんなりにすごい頑張ってるのが伝わってきて、感動はしなかったんですけど、お疲れ様でした。 お疲れ様すを。そしてこの記事のタイトルを考えた人、ユタボン、学園生活楽しむ、リア充中学生にボクシングで乾杯し、涙、天才です。はい、ユタボン、試合で負けました。しかーしそれだけで終わらないのが、中村家でございます。今度は何ユキヤの大好きな、思考停止してるアンチが、いろいろとツイッターで言ってます。ツイッターでなんて言ってんのこれはあくまで他人が言ってる憶測や疑惑なので、 本当かどうかわからないので、ご了承ください。ユタボン専門弁護士勘弁してください。分かったからはよまず、超ハンデマッチ疑惑。ユタボンがボクシング連盟所属の同い年14歳に負けたそうだが、報道によると小学生ルール未満の超ハンデマッチだったらしい。1分30秒の2ラウンド。中学生は本来2分3ラウンド。小学生でも1分30秒3ラウンド。グローブ14音数。小中学生この階級10音数。ユタボンはフェイスガード付きヘッドギア。 小中学生でも使用不可。そんなにハンであっても負けちゃうんだ。さらに、反則疑惑。亀だけを尊敬してるのはわかるけど、そこまで真似しなくても。どうやらユタボンはアマチュアでは反則のダッキング行為をしまくってたらしいです。レフェリーなんで注意しなかったの所詮はエンタメの遊び試合だって思われてたから何も言わなかったんじゃないそれもそれで悲しいな。でもさ、もしこれが本当だったとしても、わあびっくり。 じゃね、確かにじゃあ最後は幸矢大先生のツイートで締めますか「ユタボンの名前を使わないと話題にすらならないザ魚アンチとも気持ち悪すぎる」「有名なユタボンに粘着して執拗に絡んだり批判することで売名しようとしているやつらの相手をしてもこっちは何のメリットもないからスルーするだけ売名したいならまず売名したいので協力してください」と,あと頭下げろって感じ「ユタボンの名前を使わないと話題にすらならない?」 なぜ帽子をかぶってるのかと言いますとちょっとこの黒い髪が違和感すぎてあんまり見たくないですあんまり見たくないといえば YouTuber を信用するのはパーカースウェット絶賛発売中ですスマホケースとシールもあります興味ある人は下のリンクから飛んでってください PDR さんの LINE スタンプもよろしくねーイ<ペ><ペ> 皆さんは今日取り上げたことについてどう思いましたかぜひ意見をお聞かせください。あと前回の動画とその前の動画をぜひぜひチェックしてください。では。